5年後に開催が迫る東京オリンピック・パラリンピック、そして羽田空港国際線の拡大など、今後大田区を訪れる外国人の数がますます増えていくことが予想されます。そこで大田区では国際都市大田を区政推進のキーワードに掲げ、さまざまな取り組みを進めていますが、このシンポジウムでは国際都市大田をどのように進めていくかを国内外で活躍する各界の専門家をゲストに招き、講演とパネルディスカッションを通して来場者とともに考えていきます。今年のゲストは数学者で大道芸人のピーター・フランクルさん。第1部では12カ国語に堪能で100カ国以上を訪問した経験を持つフランクルさんの経歴を踏まえ、真の国際人を目指すためにと題した基調講演を開催。さらに第2部では中央大学の成田教授のコーディネートでフランクルさんや松原区長など3名をパネリストに、日本工学院専門学校の留学生による発表とパネルディスカッションが行われます。テーマはこんなにあるよ大田の魅力、大田区の魅力を生かした国際都市像について考えていきます。なお国際都市大田シンポジウムの開催日は12月14日の午後6時30分から。参加をご希望の方はインターネットの申し込みフォームをご利用いただくか、はがきまたはファックスに必要事項を記入し、ご覧の宛先までお送りください。締め切り日は11月25日です。